はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、宇和島バス100周年記念特注トミカを紹介します。はい、シールを貼る前はこんなデザインになってます。正面の部分を見てもやっぱりシールがないと寂しいね。付属のこちらのシールを貼っていこうと思います。はい、シール貼り終わったのでしっかり見ていきます。このトミカは宇和島バス100周年記念の特注トミカです。車種の方はイスズエルガだね。正面の方から見ていくとこんな感じだね。方向幕の部分とナンバープレートの部分はシールになってました。で、ヘッドライトの部分はシルバーの塗装だね。で、側面を見てみるとこんな感じだね。宇和島自動車ってプリントがされてあって、この部分には宇和島バスのロゴがプリントされてます。で、方向幕の宇和島っていう部分はシールだったね。それ以外にも細かなプリントがしっかりされてあります。で、後ろの方はこんな感じだね。方向幕の宇和島っていうのとナンバープレートはシールになってました。で、運転席側はこんな感じだね。宇和島自動車ってプリントがされてあって、この部分にも宇和島バスのロゴだね。で、非常出口のところもしっかり作られてあります。で、宇和島バスのカラーリングではこの緑色っぽい部分と赤いラインが印象的だね。で、上の方を見ていくとこんな感じだね。上のこの緑色の部分が横から上につながった塗装がされてるんだね。なかなかいいね。で、タイヤの方はバスなので特にサスペンションはついてないです。で、ドアが開いたりっていうアクションもないね。で、裏の方はイスズエルガナンバー20番の2017年のシャーシになってます。で、運転席の部分はこんな感じになってます。で、中の座席はこんな感じで作られてます。拡大してみると正面のナンバープレートのところは愛媛ナンバーだね。で、横の方を見ていくとプリントの部分はこんな感じだね。乗り合いとか出口ってプリントがされてあったり、宇和島自動車ってプリントがされてます。後ろの部分は少しプリントが寂しいね。この下の部分もレッドで塗装がされてたんだね。で、横の方はこんな感じのプリントがしっかりされてあります。はい、こんな感じで宇和島バスの実車がそのままデザインされた記念トミカになってたね。で、ちょっと寂しかったのは方向幕とかが1種類しかなくて、ちょっとこの辺が寂しいかな。だけどちょっと気に入ったのはこの緑色の横のラインがそのまま上の方までこう繋がってる塗装がされてたのはすごく良かったね。いい一台になってると思います。箱の方は正面のパッケージに特注トミカの写真だね。で、この部分に宇和島バスのロゴがプリントされてます。で、右上のところには100周年記念の、これはプリントではなくてシールになってるね。で、側面の方はこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じになってます。はい、今日は特注トミカの宇和島バス100周年記念トミカを紹介しました。で、やっぱり実車がそのままデザインされた特注トミカっていいね。で、さらに宇和島バス100周年っていうのも魅力的かな。でも、こんな感じで一部シールっていうのはちょっと残念だよね。で、価格の方が1つ900円になってます。で、宇和島バスっていうと四国の愛媛県だけど、さすがにそこまで買いに行くの大変だったのでオンラインショップの方で購入しました。送料と代引き手数料がちょっとかかるので、その辺はしょうがないかな。でも、発売開始からすごく人気みたいで、一時販売を中止してるみたいだね。手に入れたい方は宇和島バスのホームページをチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。
バイバーイ。